ジョージアの缶コーヒー、うん、単語と入れ替えても割れないんじゃないかっていう似てるっていうか、めっちゃ似てるじゃん。何ドッキリでしょう。分かってるよ私は。3段階ぐらいあると思ってるよ私は。レベルがまず机の上に捨てたはずのコーヒーがある。そのコーヒーが甘い。3段階目は、いやごめん、適当に3つって言うその2つ、え、その2つ、捨てたはずのコーヒーがあることとコーヒーの味がちょっと違う。ちょっと違うマジで何で言ってんの。村井さんが飲んでたパッケージそれでした。全然覚えてない覚えてジョージアだ。